YouTube でソルチャンネルを検索してね。ソルチャンネルのクイズだよ。問題、この働く車は何かな。5、4、3、2、1、正解は消防車。今日の動画にも出てくるから探してみてね。おまけの動画もあるから最後まで楽しく見てね。はい、みんなこんにちは。今日はこちら、見て見て、救急車のおもちゃだよ。このおもちゃはこんな感じの救急車のおもちゃで、いろいろな道具が入っててとっても面白そうだよ。早速出してみるよ。ここからバシッと開けて救急車を取り出すよ。はい、救急車出てきたよ。日本の救急車じゃなくて海外の救急車だね。ちょっと見てみると、看護婦さんがいてお医者さんがいるよ。後ろは窓がついてて、こっち側にもお医者さんと看護婦さんだね。くるっと回すと、ここに誰か乗れるようになってて、ここにこのドライバーのおじさんを乗せられるよ。おじさんを乗せるとサイレンが鳴って、ここと上のところがピカピカ光るよ。もう一回押すよ。はい、それでこの救急車、ここがパカッと開くようになってるよ。はい、パカッと開いてみると、中には患者さんが乗ってて、いろいろな道具がついてるよ。ちょっと道具を見てみると、これが注射器だね。注射器がついてて、その隣には体温計、熱を測る体温計だよ。こっち側には、これは何かな、この道具と、もう一個こういう道具がついてるよ。これで患者さんを治すんだね。で、ここにはボタンがついてて、ボタンを押すと、心臓の音が鳴ったり咳をしたりするよ。で、ここを動かすと、いろいろなメロディーが流れるよ。で、ここにもボタンがあって、これを動かすと、この奥にいろいろついてて、一番手前を動かすと、ここが動いてレントゲンが撮れるよ。次はこっち、ピカピカ音がして心電図が動くね。最後はこのレバーを動かすと、これは血を入れてるのかな。こんな感じで赤いのが動くよ。レントゲンを撮ったり心電図を動かしたりできるよ。はい、この救急車でこの子を治してあげようね。で、この救急車パカッと閉じて、後ろにあるスイッチを入れると走り出すよ。こんな風に自由に走るよ。この救急車は結構大きくて、トミカの救急車と比べるとこれぐらいの大きさだよ。トミカよりすっごく大きくて、中にはいろいろ道具が入ってて、とっても面白いね。お医者さんごっこで遊べるよ。はい、今日はいろいろな救急車遊びができるこの海外のおもちゃを紹介したよ。Amazonで売ってるから、みんなも探して遊んでみてね。それじゃあ、救急車は患者さんを乗せて病院に出発するよ。パトカーがトミカシステムの坂を登って走るぞ。ソル、ソル、ソルチャンネル。今日はいろんな働く車のトミカが坂を登って箱に入るよ。救急車入ったよ。消防車行ってみよう。火を消す消防車、うまく走れるか？
よし、入ったよ。次は違う角度からどんどん行ってみよう。下には箱に入るところが見えるよ。一台落ちた。はしご消防車転んだよ。ゴミ収集車、パトカー、大型ブロワー車にドナルドのゴミ収集車、はしご消防車、スーパーアンビランス。ゴミ収集車ひっくり返ってるぞ。よし、一台ずつ入れてあげよう。はしご消防車、ゴミ収集車、入ったよ。パトカーも入れてあげよう。スポット、ドナルドのゴミ収集車、はしご消防車、仲良く入っていったよ。最後はスーパーアンビランスを入れて、ひっくり返ってるゴミ収集車ビューンと走って引っかかった。よし、入ったぞ。次はパトカーたち行ってみよう。パトカーたち上手に走れるかな。一台、あ、引っかかってるけどうまく入ったよ。パトカーたち、まあまあ上手に走れたね。全部入れて、次は救急車たち行ってみよう。救急車、なかなか上がれないぞ。よし、上がっていった。みんな上手に入っていけ。よし、1台、2台、3台目引っかかった。4台目が入って、5台目は引っかかっちゃったね。よし、入れてあげよう。よし、入ったよ。次は真っ赤な消防車たち行ってみよう。坂道を上手に走れるかな。1台目、よし、入った。2台目も入ったよ。3台目、あ、引っかかったけど後ろの消防車が助けて。ミッキーの消防車上手に入った。1台落ちちゃったよ。はしご消防車も引っかかってる。よし、うまく入った。照明電源車が引っかかって、そこにみんなが引っかかる。よし、3台入れてあげよう。よいしょ、最後の1台も入れて、次はゴミ収集車6台行ってみよう。何台入るかな。1台目入ったぞ。2台目入った。3台目入った。4台目が落っこちた。5台目が入って、6台目が転んじゃった。よし、入れて、箱の中どうなってるかな。箱の中トミカでいっぱいだ。ソルソルソルチャンネル、救急車がたくさん集まっているよ。救急車がぐぐっと来て、スタート。ぐぐっと来てスタートするよ。救急車がくるくる回るよ。下に到着したらぐぐっと来て、ドアが開いたよ。乗っていこう。上の部分をくるくる回すと、エレベーターが上に上がっていくよ。エレベーターが上がって上がって上に到着したよ。ボタンを押して救急車出動。救急車がくるくる回るよ。よし、それじゃあ今度はたくさんいる救急車どんどん出動していこう。救急車がたくさん出動するよ。最後の1台もスタートするよ。たくさんの救急車がくる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 回っていくよ。次は後ろから見てみよう。救急車がどんどん出動していくよ。救急車くる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 、楽しそうだよ。救急車がくるくる回って下にどんどん到着していくよ。転んじゃってる救急車もいるぞ。救急車がいっぱい出てくるぞ。くるくる回してみよう。いろいろな救急車がどんどん上がってくるよ。よいしょ、出発。
またまたくるくる回るよ。くるくる回る救急車たちだよ。1台、2台、3台、4台、5台、6台、7台。救急車たちくるくる遊んだよ。ザバンザバンと飛ぶぞ。ブルドーザー君すぐ迎えに行くよ。ブーンと来て。ブーン。やあみんな、僕はゴミ収集車。後ろをスポット開けて、大きなゴミを集めるよ。よし、ゴミ入ったよ。綺麗になったね。今日のお仕事はおしまい。エレベーターにガチャッと乗ってスイッチを入れれば上に上がるぞ。もう一回スイッチを押して上に上がっちゃうよ。一番上に到着。ここでお休みするぞ。ここは立体駐車場だよ。働く車のみんながお休みするよ。ゴミ収集車くん、いいな。大きな警察署のエレベーターをウィンと上がって、ぐぐっと滑り台スタート。ぐるぐる回って出てくるよ。警察署の滑り台からビューンと飛び出して、僕は真ん中に入るぞ。うわー、すごい、パトカーくん飛んできたよ。みんないいな。僕はお魚トラック、お魚を乗せてるぞ。よし、僕もお魚みたいにザバンザバンと飛ぶぞ。よいしょ。うわー、お魚トラックくん、お魚みたいに飛んじゃったよ。ドドドドドドドン、僕はブルドーザー、工事現場でお仕事したぞ。僕もお休みしようと、ヘリコプターくん。ブルドーザーくん、すぐ迎えに行くよ。ブーンと来て、ブルドーザーくんを持ち上げるよ。ヘリコプターくん、力持ちで立体駐車場にガシャンと入ったよ。よし、僕入れたよ。ヘリコプターくん、ありがとう。みんな飛んできて、立体駐車場に入っていくぞ。よいしょよいしょよいしょ。やあみんな、僕は真っ赤な郵便車、ガソリンを入れて、よし、お腹いっぱいだぞ。僕は食べないから、ウィーンと一番下に入るぞ。よいしょ。今日も立体駐車場はいっぱいだよ。みんなゆっくり休んでね。みんな見て見て、鍵がいっぱいあるよ。今日はこの鍵で遊べる車たちがいっぱい出てくるよ。まずはこのパトカー。このパトカーはドアがガチャンと開くよ。こんな風にドアが開くパトカー。このパトカーは鍵で鍵が開いたり、クラクションが鳴るよ。サイレンも鳴っちゃうぞ。上がピカピカ光って、前もピカピカ光って、後ろもピカピカ光るよ。いっぱい光って音が鳴るパトカーだよ。次の車はこの白い車。みんな、この車わかるかな。この車は救急車だね。救急車は後ろをパカッと開けて、怪我しちゃった人をここに乗せてあげて病院に連れていくよ。パカッと閉めて、この救急車も鍵が開いたり、クラクションが鳴ってサイレンが鳴らせるよ。鍵で遊べる救急車だよ。次に来たのはこの真っ赤な車。この車は消防士車だよ。火事が起きた時、事故が起きた時にみんなを助ける車だよ。この車も後ろがパカッと開くよ。いろいろ道具が乗ってるぞ。この車もこの鍵で鍵が開いて、クラクションが鳴るよ。サイレンも鳴っちゃうぞ。この車もランプがピカピカ光って前が光るよ。後ろのここも光ってるね。いっぱい光る真っ赤でかっこいい消防士車だよ。次に来たのはピンクの車だぞ。とってもかわいいピンクの車だね。この車はピンク色のクラウンだよ。この車もガチャッとドアが開いて、中にちゃんとハンドルがついてるよ。この車も鍵で遊べるよ。鍵が開いてクラクションが鳴るよ。この車は
エンジンがかかるよ。エンジンがかかって後ろが光るよ。前も光ってるね。ピンク色のクラウンはとっても可愛いぞ。最後に来たのはこの銀色の車だよ。この車とってもかっこいいね。これはハマーだよ。ドアがガチャッと開いて後ろもパカッと開くよ。この車はここの中までピカピカ光っちゃうぞ。前も光ってるよ。カチャッと閉めて鍵を開けてクラクションを鳴らすよ。この車もエンジンがかかるよ。とってもかっこいいハマーだよ。この車たちは1個の鍵で操作できちゃうからボタンを押すと全部がピカピカ光るよ。ピカピカ光ってクラクションが鳴ってエンジンがかかったりしてすごい音だね。はい、今日はこのリモコンでいっぱい遊べる車たちが出てきたよ。マックインだよ。見て見て、トミカがいっぱい出てるよ。お片付けをしなきゃ。そんな時はこれだよ。トミカ、デカトミカ、お片付けローダー。見て見て、こんなに大きいトミカのおもちゃだよ。大きなトミカが働く車を片付けちゃうよ。中にトミカをしまえるよ。早速お片付けローダーを出してみるよ。行くぞ、えい。大きなお片付けローダー出てきたよ。とっても大きな車だね。ここを回すとローラーがくるくる回るよ。いっぱい出てるトミカたちをローダーでお片付けするよ。ローラーを回してどんどんお片付けしちゃうよ。ローダーが働く車を食べてるみたいだね。よいしょ、最後のパトカーもお片付けするよ。よし、これで綺麗になったよ。片付けた車はローダーの後ろをパカッと開けるとここに入ってるよ。この上のところも開くようになってて、ここにも車を片付けられるよ。いっぱい入るね。ここには15台の車をしまえるよ。いっぱいしまおう。デカトミカの頭をパカッと開けるとここにもトミカが1、2、3台しまえるようになってるよ。上に3台、後ろに15台、いっぱいしまえるね。この上にはトミカのパーキングケースが載せられて、これでもっとたくさんの車をしまえるよ。すごいな、これでいっぱいお片付けできるね。もう少し車たちをしまってみるよ。ここでバクッと食べちゃうよ。消防車もバクッと食べれるかな。よいしょ、食べちゃうよ。最後はタンクローリー車も回してバクッと食べるよ。はい、今回はくるくる回して働く車をお片付け、デカトミカお片付けローラーで遊んでみたよ。とっても大きいからみんなも遊んでみてね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくね。